常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。皆さんも面白かったら高評価ボタン、そしてチャンネル登録ね、さらにコメント欄に感想など書いていただけると嬉しいです。あと内容気に入ったらね、ぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。沖縄のですね、座り込み、ね、座り込みをめぐってですね、まあちょっと論争が起こっているということでね、ひろゆきさんがね、なんかすごい頑張ってるということでね、びっくりしたんですけど、Yahoo ニュースに記事が出てました。はい、どんな記事かというとね、ひろゆき氏が沖縄座り込み抗議にゼロ日にした方が良くない？主催団体、住民感情を逆なでしているっていう、まあこの、いつもの感じのやつです。で、元になったツイートはですね、ひろゆき氏がですね、これ何日だろうな、これ、10月3日ですね、沖縄のまあ辺野古に行ってですね、新基地断念まで座り込み抗議、腹痛3011日っていう看板の前でピースしてね、写真を撮ってですね、このようにコメントしたんですよ。座り込み抗議は誰もいなかったので、ゼロ日にした方が良くないっていうふうに言ったんですよ。そしたら、まあ向こうの界隈の人がキーって大騒ぎをしたということです。まあ彼らはね、連続抗議何日っていうの大好きですから、ね、これリセットした方が良くないとか言われたら、お前俺のこと舐めてんのかと、沖縄の民意がとかね、ね、住民感情逆らでってまあ始まるんですよ。まあでもね、沖縄の住民はまあちょっと結論的に言うとね、沖縄の住民にはですね、このまあ基地が必要だと思っている人もいるしさ、ね、あの、玉木さんに投票しなかった人もいるから、ね。で、よくその、まあ、そっちの界隈の人ね。まあ、左翼とか、まあ、左翼っていうか、一応自称リベラルで、左っぽい人がね、よくこの国政選挙でね、自民党が、まあ、政権取るとね、投票率が低くて、ね、有効投票数はまあ、これぐらいでね、有権者全体の何パーセントのうち、それの過半数が取ってるだけだから、ね、全員が自民党を推してるわけじゃないんだとね、むしろその自民党を推してる人は少数派だみたいな、むちゃくちゃな意見言いますけど、それそのままブーメランで、玉木さんにも返ってくるからね。うん、まあでも選挙で勝ったからね、民主的に選ばれた知事だから、それはそれでいいんですけど、まずまあ知事の権限としてさ、ね、米軍基地を撤退させるような権限はないですし、国防政策に関与する権限もないしね。ね。まあそれは公約でそれは言ったかもしれないけど、できないこと公約で言ったってのは自己責任ですから。まあなんていう話が、まあ前提としてあるんですけど、まあこのね、神聖なるですね、抗議活動にね、こういうね、ケチをつける、ひろゆきけしからんということで、まあ吹き上がってる方がいらっしゃるということです。でね、これ Yahoo ニュースに出てたんですが、座り込みのね、まあ抗議する団体からですね、こんな風な反論が出たと。辺野古の座り込み工事は工事のために車両が来る9時、12時、15時に合わせて行われます。夕暮れ時に来て現場に誰もいないと発言すること自体が失礼で悪意のある行為ですと、ね、いうふうに言われたそうなんです。でもね、ひろゆき氏はもう当然こんなもんね、黙ってないですよね。反論しました。ね、ひろゆき氏曰くですね、9時、12時、15時しかいませんと書いてくれないとわからないですよと。誤解する人が増えないように書き足しておいてもらえますかと。すっとぼけた。すっとぼけたというかね、まあ、ひろゆきさんらしい、反論ですよ。まあ僕もね、何度か討論したことあるんですけど、まあ、からこういうことを言いますよね。当然、こういうふうに突っ込まれますよね。で、それでね、まあ、その、オール沖縄会議の人がですね、まあ、このね、ひろゆき氏に対して、ま、いろいろ反論してるんですけど、どうもね、まあ、現在工事が行われているのが月から金で、だいたい9時と正午と午後3時に、まあ、車両がね、来て土砂を運び込むので、その時に行って抗議してるんですと。で、彼らは言うんですよ。で、オール沖縄が貸し切ったバスに参加者が乗って、辺野古へ行って、時間帯によって座り込みをしたり、仮設テントで過去の裁判の動向を勉強したりしているということです。で、これにね、まあ、労働組合の方からお誘いのチラシが来て参加した人っていうのもいます。私のところにそういう情報をくれた人いますし。はい。その時に、交通費がなぜか出たりとかするようなケースもあったという報告もありますよ。まあ、これ全部ってわけじゃないですけどね。はい。要はその、沖縄以外のところから、まあ、いわゆるその、労組の動員で行った人ってこれ事実としていますからね。全員とは言いませんけどね。はい。まあ、地元の声とかおっしゃるので、全員が地元の方ってわけでもないですよ。それから前にね、高江のヘリパッドで揉めた時ね、あの時はなんか結構対応者とかも出たり、あとその他、まあ、いろんなね、この基地、反対運動で過激な抗議をしすぎて警察に捕まった方いますけど、和田政宗さんでしたっけね、山田博さんでしたっけね、国会で質問して、捕まった奴の中にね、外国籍の奴は何人いるんだって言ったら何人いるってことで、外国の方もまあ入ってた。これも事実ですよね。全員が外国人とは言わないし、全員県外の奴だとは言わないけど、でも入ってたんですよ。ね、これ事実です。はい。で、まあそういう人たちがですね、バスに乗って、まあ行くわけですよ。ね、辺野古に行って、で、まあその、9時、12時、3時のあたりに、こう、車両が来るときにわーってやって、それ以外はまあなんかどっか行ってるみたいなんですよね。で、この、反対派の人が言うにはね、参加する人はリタイアした60歳以上が中心で、参加者が数人の日もあれば、若い人が音楽機材を手に数十人集まって歌ったりラップをしたりする日もあります。私たちは午前3時頃の座り込みを終えると、午後4時頃には貸し切りバスに乗って、那覇へ戻りますと。いうことなんですね。で、ひろゆきさんが現場に行ったのはですね、それより後の時間帯だったのではないでしょうかと。
いうことです。で、以前はね、土砂の運び込みとかが、まあ、不定期でね、夜中に持ってくる時とかもあったんで、24時間寝ずの番をしていたそうなんですが、もうなんか工事がルーティン化されてですね、まあ、平日1日3回と決まってからは、その時しかやってないと、いうことだそうです。まあ、いいですよ。事実としてそうならね。はい。で、それに対して、ひろゆき氏はですね、まあ、こんな風に反論してたわけですね。座り込みはその場に座り込んで動かないこと、目的を遂げるために座って動かない、知らない間に辞書の意味変わりましたとね、まあ、こういうちょっとね、皮肉めいた彼のね、彼なりの表現ですよね。さらにね、実際には辺野古の基地前に1日1時間ほどしか座っていないという事実を知らない人が、出るんですよね、と。それとも毎日23時間もトイレに行ってるのかな、と、いうことで、まあ、座り込みって言ってる割にはさ、実際座ってないじゃんと。ね。要はその、搬入の時だけ来てわーわー騒いでるだけで、全然座り込みってその、座り込みって言ってるイメージとは違うことやってませんかと。ね。まあだから、3011日連続講義だったら OK だけど、座り込みっていうのはちょっとさすがに持ってないっていうのもおそらく、まあ、ひろゆきさんの言わんとするところだったんですが、まあ彼らは座り込みって書いちゃってるので、いや、そんなことない。これも座り込みなんですと。24時間やってないけど座り込みなんです、みたいなね。まあそんな感じですね。まあ一日でも座り込んだら、それは、一日、ね、まあ1分でも座り込んでたら座り込み連続記録だと。まあこれ定義の問題なんでね。まあその辺はまあいいんですけど、まあ一般的にはね、座り込みって言ったら確かにまあひろゆきさんの言ってるようなイメージをしますよね。で、実態はそうじゃなくて、まあ一日大体1時間ぐらい、ね、まあ合計でですよ。まあ合計で1時間ぐらい、トラックの搬入の時にまあいわゆる座り込みをして、わーっとこう、講義をするというのをまあローテーションで回してるということなの。まあ、それはそれ、この事実はまあ、お互いに確認して動かないわけですから、ね。それをどう表現するかってことですよね。連続座り込み3000何日とか書いたら、ずっと座ってたのかって思っちゃうから、ちゃんと正直に書いたらっていう、まあ、ご意見で。まあ、これはこれで一理あるし、ね。いや、それ、そうじゃないんだと。ね。連続座り込みなんだと、これね。まあ、1日1時間ぐらいだけど、合計で。でも、連続でこうやってね、ローテーションで回って繋いでるってことは、ね、3000何日、立派じゃないかっていうことでアピールしている人たちとね。まあ、その事実は一つだけれども、まあ、その解釈の違いも言って、まあ、揉めていると、いうことです。で、まあ、この、基地反対派にね、まあ、その、抗議された、このひろゆきさんなんですが、玉城デニーさんにもね、なんかこう、言われたらしいんですけれども、結構ね、またこれに対する反論もね、振るってまして、例えばね、沖縄タイムズの安倍武さんというね、有名な方いらっしゃいますけれどもね、この方がなんかひろゆきさんにね、その、沖縄の人々が民主主義に則って何度も反対を示しても、日本政府が、それを踏みにじって工事を進められている、みたいなことを、まあ、言ったんですよ。ね。この件についてどう思いますか、ということね。まあ、要はその、知事選挙でね、まあ、反対派が勝ってるってことをもって、沖縄の人々が民主主義に則って何度反対を示してもと言ってるんですけど、これ果たしてそうなのかということでね、もうひろゆきさんの返し素晴らしいです。こんな風に言ってます。2022年の名護市長選挙では、基地容認派の市長が勝ってるのをご存知ないですか？もう少し勉強された方がよろしいかと思います。それとも、名護市民の民意は踏みにじっても良いのですか？というふうに、まあ、反論したんですよね。まあ、これに対して安倍さん反論したのかな？特にリプライはついてないですね。はい。本当にこれ何も言い返さないんですかね。どうなんでしょうね。はい。まあ、名護市民の方はね、基地を容認しているわけで。まあ、彼らの理屈に乗っ取るならですよ。まあ、地方選挙でね、その国防に関する政策は決まらないから、申し訳ないけど、名護市長選で賛成派が多いからといって、ね、多いからとか、ね、沖縄の知事選で反対派が勝ったからとか言ってね、その基地があることが正当化されるかされないかっていうのはあるんですけど、ね、安倍さんがおっしゃるように、ね、もしその地方選挙で民意が示されるということならですよ。ね、この名護の市長選挙で容認派が勝ったということは、これも民意ってことになっちゃうので、完全にブーメランですよね。はい。まあそんなようなことがですね、他にもありまして、これまた、ひろゆきさん同じですね。キラヨシコさんのツイートですね。キラヨシコさんの共産党のね、のツイートにね、また同じ反応されてるんですよ。辺野古基地のある、名護市長選挙は、自民公明が支持する、基地容認派の、戸口、竹豊氏が、当選しました。選挙で示し続けている民意を、道路の不法占拠という力でねじ伏せる暴挙をしているのが、基地反対派ということになっちゃいますね。老婆心ながら、民意に従うというのは、ブーメランですよ、と。民意に従うべきというのは、ブーメランですよ、ということで。まあこれ、まあ確かにこういうふうにも言えますよね。事実は一つですけど、ね、選挙で民意を示している、ね、まあ、名護市民の民意をですね、選挙で示された名護市民の民意をですね、道路の不法占拠という形で力でねじ伏せるという暴挙をしているのが反対派というふうに、もうこれ確かに言われますよね。民意って言うんだったら、同じロジックでターンアラウンドされちゃいます。まあ、ひろゆきさんこういう議論得意なんですよ。
ね、相手のロジックをそのままひっくり返すと、オタクもじゃあ力で民意踏みにじってませんかと、これいいんですか、民主主義なんですかみたいなね、まあ、こういうふうに言われてしまいますよと、いうことです。で、このですね様子を見ていたね、このツイッターの一般の方なんですけど、 100% 筋トレマンさんという方ね、これなかなかいい論評してるんで、ちょっとこれ読みたいんですけど、まあ、要はこういうことじゃないかと。サキシルの新田さんもね、この 100% 筋トレマンさんと似たようなことをおっしゃってたんですけど、ちょっとこれ読みますね。ひろゆきの行動で全国的に、全国的に、かつ、いろんな年代に、左翼の嘘や攻撃性が拡散されてしまって、焦りがすごいね。基地反対派が暴力振るってる動画も拡散されてるし、みんなに興味をもらえて、持ってもらえてよかったね。今まで一部の人間だけに通用していたやり方が、果たしてどこまで通用するかね。もう隠しきれない感じだよね、というふうに言われて。まあ、こういうふうに感じる人もいる。ね。そうじゃないって感じる人もいるかもしれないけどね。ね。だから要は、これマスコミの問題と同じですよ。要は福島の時の問題と同じね。自分の、まあ、そう、マスコミが、要は、流したい、都合のいい、自分にとって都合のいい被害者をですね、連れてきて、ね、それが被害者全体かのように喋らせると。自主避難の人ばっかり取材行ってさ、ね、実際にその、戻ってる人とかあんまり取材しないわけですよね。ね、復興でもう戻ってる人結構いるんだけど、こういうのはあんま取材しないで、自主避難のとこばっかり行ってさ、ね、国はってやるんですけど、まあ、そんな物事こじれるだけでさ、何も解決しないんですけど、まあ、それと同じでね。ね、沖縄基地問題も、もう沖縄県民全員には反対派であってほしいみたいな願望があるんですかね、マスコミにはね。でも必ずしもそうじゃないですよ。選挙の結果見れば、だって玉木さんに入れなかった人だっているわけだからさ、少なからずね、基地容認してる人もいるわけですよ。で、あの手のね、迷惑施設、もう軍事基地もそうだし、原発もそうだしさ、いろいろありますよ。で、こういうのっては迷惑施設を置く代わりに国もね、バーターでその財政を出したりとかしてさ、まあその迷惑かかるんでっていうことをやってるわけですよ。まあ例えばね、佐世保ってありますよね、長崎県の。あそこはもう本当に戦前からずっと軍事基地があるんですけど、軍事基地のような迷惑施設があるんで財政が出るので、不況知らずの街というふうに言われてます。まあうまく共存してね、その景気の悪い時にはそのね、自衛隊のいろんなこう、まあ、ものが消費されるのでね、そういうところにこう根ざした会社があったりとかして、不況知らずの街というふうに言われてるんですけど、まあそんな感じでね、沖縄の振興のためにこのね、まあ今地政学上非常に大事な場所にありますから、ね、まあ日本とね、アメリカがね、これ沖縄守るっていうふうにコミットしないとさ、ね、権威主義国家はね、攻めてきちゃいますからね。逆にあそこから基地を全部なくすなんてことやったら、ね、まさにそのウクライナが攻撃される直前ね、バイデン大統領がウクライナに米兵は送らないって言っちゃって誤解されたでしょ。これと同じこと起こるので、まあそんなこともいろいろ考えてね。ね、で、なおかつですよ。なおかつ、そういう、まあ、地政学的なね、リスクっていうのは、沖縄の選挙だけではどうにもならないし、我々日本人がいくら頑張ってもダメなんですよ。相手さんがいる話ですから。ね。相手さんがいる話なんで、もうこの、与えられた所有の状況は、もう我々は対応するしかないんですね。なんでそうなってるとか言っても無理だしさ、チャイナにさ、台湾攻めないでって言ったって、あいつらの都合で攻めてくるんだから。まあ、そういうのも考えてですね、まあ、今この置かれた状況を活かしてね、沖縄の経済振興にでもね、力を入れていただくのがいいかなと。まあ、沖縄からですね、沖縄を防衛しないっていうね、コミットメントはありえないんですよ。沖縄を防衛するというコミットメント。ね。プラスで台湾有事は日本有事っていうことで、やってるからこそ、チャイナだって攻められないと。それが結果としてですね、沖縄の皆さんのね、人権を守ることになると思います。沖縄がウイグルとかブチャになったら大変でしょ。そうならないように、やっぱ普段からね、備えることも大事だし、危機管理という意味でね、やっておくことが大事かなと思います。まあ、ひろゆきさんなかなかいい問題提起だったなと、私は思うんで、はい、こんな感じでね、まあ、タブーなきね、そういう批判ですよ。議論をね、私はした方がいいかな、基地問題についてもね、そんな風に思っております。はい、ということで今日の内容面白いなと思った方はね、ぜひね、高評価のボタンとチャンネル登録お願いします。最後にコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったらぜひね、Thanks ボタンでご支援ください。よろしくお願いします。ガオー!